おはようございます。名古屋の最高気温は16度みたいよ。それは暖かいってこと？おはようございます。眠いですね。まあでも目覚めは結構良かったかな。15分やっていきたいと思います。準備をしたいと思います。まあもうね、準備といってもそんな何もすることはないけど、今日は愛知でスペイベでございます。スペイベっていうあれはラストかな。大阪やって東京やって、うわ寝起きです。15分も経ってない、まだ起きて。はい、おはようございます。おはようございます。今寝ようとしてたの？めっちゃ寝起きですよ。なんか目が赤いでしょ。まだ起きてないもん。ライブ行きたいよって、行きたいよ。よさあ皆さん、イコラブ愛はご覧になりましたか？ちゃ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 、イコラブ愛の方はまあね、でも見れてない方も結構多いと思うから、夜遅かったし、まあ地上波っていうわけではねないので、そうなので、まああんま言わないでおきますが、12月15日夜9時、発売日の夜9時をお楽しみにということで、ティザーがね、ティザーが出てましたので、リーダーでございます。楽しみに、みんないっぱい待ってたね。いっぱい待っててくれてありがとう。お待たせしてごめんね。今から名古屋に行くよって、イエーイ。太郎さん、 I love you, I love you, I need you, I want you。 これから名古屋行きます。なぎょっちゃん待ってます。眠そう。このマスクね、最近私のお気に入りマスクなんですよ。ずっとそう、めっちゃこのマスクが好きで、なんかフィット感といい、なんか全てがこれちょっと最高なんですけど、私的にはね。しかもね、指原さんがね、 YouTube かな、 YouTube だっけでね、確かこれだったんですよ。それでテンションが上がりました。どこにテンション上がっとんねんっていうね。そう、しかもなんか色も可愛いし、ベージュなんですけど最高。最近は毎日これをつけてます、このマスク。
気に入りの最近の。いや、これつけてる人結構多いかな。そう、とりあえずこれが好きすぎて、そう箱なんですけど、そうとりあえず今家に2箱あります。好き、これなんかマスクによっては逆に大きかったら顔が大きく見えるし、マスクが小さかったら顔が逆に大きく見えるしみたいな、なんかマスクが大きすぎたらそうだし小さすぎたらっていうのがあって、これは結構ちょうど良いから好きなんです。なんかフィット感がある、フィット感があってお気に召しています。まあもうね、ちょっと髪がまじやば、前髪やば、でもどうせ帽子かぶるから。そう、帽子はね新しく買ったの、お気に入り黒の。今度載せよう、いつか。写真何にも撮ってないけど、かわいいマスク、違う、かわいいマスクじゃない、かわいい帽子を買ったんだ。冬のキャップを買った。なんかね、いつも黒かベージュのキャップが好きで、基本的にそう黒かベージュ、そうボアの、ボアっていうの、ベロアの生地、キャップは黒かベージュが好きですね。その2個、黒はでも1個はなんか捨てちゃったから汚れて1個しかなくて、そうベージュは3個ぐらいあるんですけど、なのでもあんま持ってない黒を買いました。これもベージュだし、ベージュ好きなのかな。キャップ前髪めっちゃ潰れるけど、なんかもう潰れていい時にとりあえずかぶってるから、普段はあんまかぶんないけど、朝とか夜帰るときとか。ねえりんかちゃん見たよ、ハッシュタグアナルームでつぶやいてたやつ。髪の毛めっちゃ切ったね、びっくりした。すごい、同じ美容室でさ、私と。かわいすぎね、かわいすぎる。私より長かったでしょ、かわいい。しかもさ、財布も一緒、私とかわいすぎな、やることなすことすべてが。マツケンさんハートありがとう。今ボタンなにみんななってください。今日髪型何しようかな。ピピピピピピ。朝配信こちらこそ。おはよう、ももち、スピカさん、おはよう。みんなそう、今ボタンになる。ドキドキの半身浴。
どうしようかな今日の髪型はっていう。お悩み申し上げてます。切った後のあんなにもあってね。あってねとか言ってあんまあれかスペイン語とかしかないもんね。あくびすなってね。それもね伸びちゃったよね。ちょっとまた切らなあかん。ショールームしながらあくびすな。まあしゃあなししゃあなし。まだ起きて20分ぐらい。いや隠れてあくびをしてるわけじゃなくて堂々と私は今あくびをしているんです。隠れてねえよ。堂々と今してんだよ。本当に今年も会えないなって。今年はあとあれだね、イコラブ会と京都だね。いやー今年が終わっちゃう。まあでもね今年は終わっちゃうけどもう来年がすぐ来て、来年なんてすぐ来るよ。もうだって12月の今日は12日、あ今日12、12じゃん。1212って感じじゃん。京都京都京都はよ。愛知でみんな会おうね。今日来てくれる方は京都じゃないっちゃ。京都は行きたいけどもね。寝起きいい方、うん結構寝起きはねすぐあー起きなきゃパッて起きます。うん基本はね、基本的にはまあたまに起きれない時あるけど、昨日ちょっと結構遅く寝ちゃったんですよね。だからやばいです。まあ移動中に寝ましょうということで、そろそろ順読んでいきましょう。一旦13位がタカペロンリー、12位がアキラさん、11位がトリアスさん、10位が宮城のタカさん、9位がミーさん、8位がコウヘイさん、7位がディッスン、6位がセイタ、5位が松田ミンケさん、4位が畑さん、3位がマツケンさん、2位が TOM75 さん、1位が太郎さんです。1人目ケンジ248843さん、2人目ウニャニャニャさん、3人目チョロールさんの3人がランダムです。15分のやつが出たら終わります。なぜならギリギリで今生きている人間だからです。何分から始めたんだろう、ちょっと分かんないけど、まあ、もうちょっとでね多分15分経つので、はいギリギリで生きてるんです私今。なので15分経ったら終わります。このねギリギリな際どい感じがワクワクして面白いんではないか。スリル満点だ。うん。ということで、だったので終わります。ほんじゃあね。バイみんな。スリル満点、準備するぞ。うん。バイバーイ、行ってきます。ありがとう、朝から来てくれて。バイバーイ。